ゴッドサイダーは、牧工事による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて1987年24号から1988年51号まで、連載された。外伝的作品として、帰国人伝例が、パラレルワールド的作品として、ゴッドサイダーセカンドがある。月刊ヤングチャンピオン列2010年11号から2013年10号まで、 ゴッドサイダーサーが神魔三国志が連載された。作品によって多少の差異はあるが自分が神と悪魔の血を引くことを知った主人公がそのどちらでもない出生に苦悩しながら襲い来る脅威と戦うという内容はほぼ全作に共通して描かれる。マキライの各作品に共通するエログロ描写は本シリーズにもふんだんに盛り込まれており、 人体や魔物の損壊時におけるスプラッタ描写は特に多い。なお、ゴッドサイダーサーが神魔三国史については上記の要素に加え、マキライの過去作品からのスターシステム的要素も盛り込まれている。太古から神と悪魔の間に生まれた神と悪魔の血を持つ一族。また、災いを呼ぶと恐れ得られる一族。戦国時代の帰国一族セカンドの帰国一族10。 伝統人、ビルシャナ、大釈天、ミロク菩薩、吉祥天以外の六柱はおそらく十二神章を、元に一部、八部衆あるいは二十八部衆を混ぜ合わせて、マキライが創作した紙。魔王とその幹部たちホラストその配下のデビルサイダー、ベルゼバブ配下のデビルサイダーラスネール配下の、デビルサイダーその他のデビルサイダー小悪魔、怪物 BC 兵器による後輩から復興した、東京で、 一大勢力を築きつつあった、信仰宗教。正体は、リリスやアスタロトの主導で、大見ワ魔をパズス復活を目論む邪教集団である。パズスを成長させる栄養として、ゴッドサイダーを殺し地を集め、さらに重天当人の地を集めるため、幹部信者たちに、アタラやマリガンらを襲わせた。インの四騎士記事国、インの四騎士は、もともと、 陰王朝に仕えていた四人の戦士だったが、周王朝軍によって陰皇帝を殺され自身も、死死を切断されなぶり殺しにされる、猛火の上に釣られた上火中に落とされるなどの方法で処刑されてしまい、人間に絶望して、パズチと契約、魂を受け入れられ危機時刻を建設する。ありがとうございます。